花子をこすりながら寝室から急いで避難しました。これらの揺れはチェンライ県メーサイ郡の北東およそ87キロを震源とするミャンマーで発生したマグニチュード 6.4 の地震によるものです。またチェンライ県チェン西郡でメコン川を観測する監視カメラ自体が揺れたため映像に乱れが生じましたが、チェンマイ県ではこれまでのところ被害は報告されていません。当局によるとミャンマーで発生した1回目のマグニチュード 5.1 の地震は21日午後11時40分ごろに発生し、その後22日午前0時7分にマグニチュード 6.4 の地震、そして午前5時22分にはマグニチュード 5.3 の地震が発生し、118回もの余震が観測されたということです。